はい、江崎君。はい、やはり公民法の中での大きな大転換というか、すごい変革の一つになります。ただですね、これ、使い方を間違えてしまうと、いわゆる正規職員終身主義であった公務員の世界に、会計年度臨時の職員という新たに非常勤職員を、制度を作ったということですから、これが拡大解釈されて、どんどん広がっていく可能性も、これ、ありなんですね。ですから、そこの使い方というのは、あるいは自治体における会計年度職員の制度をどういうふうに活用していくのかというのは、極めて重い活用の仕方だというふうに思います。しかし、新しく作っていただいたわけでありますから、そこでですね、この地方交付税、地方税の話に入らせていただくんですけれども、私が地方交付税の算定方法を見させていただいたときにですね、会計年度任用職員制度の施行に伴う期末手当の支給等に要する経費の算定というのがあります。いろいろ通知とか、あるいは職員団体との交渉の中で、さまざまな言葉は発しられていると思うんですけれども、この地方交付税の算定という資料の中でよくと、ここだけしかないんですね。期末手当の支給等に要する経費について、期末点点点、まあ、今ちょっと割愛します、そして期末手当の支給等に要する経費を積算するとともにということで、この処遇改善も含めて、さまざまなことっていうのは、この期末手当の支給等の等の中に入ってるわけですよ、すべてが。この地方交付税の算定の中における積算において、この期末手当プラスその等というところ、ここはどういう積算を積み上げられたのか、これはどちらに聞いたらよろしいんでしょうか。はい、大村公務員部長。お答えいたします。今回、その会計年度任用職員の導入に伴いまして、必要となるまさに期末手当等の経費などの経費について、来年度の地方財政計画において、全国の地方公団体に対して行った調査の結果を踏まえて、諸外額として1738億円を増額計上いたしまして、新制度に円滑に移行できるような必要な財源を確保したものと認識しておりますが、この期末手当などの部分でございますが、期末手当の増のほかにですね、退職手当の増分、それからその他保険料、報酬水準等の適正化の分、そして報酬水準の見直しですね、適正化の分、そういったものが入っておりますし、また社会保険料の増、こういったものが入っているということでございます。はい、江崎君。それから給与、もちろんこれ、フリータイムだったら給料ということになりますけれども、給与の処遇の改善もあるし、社会保険料もあるし、期末手当の中に、期末手当は勤勉添付でありますから、期末手当も含めて、退職手当もということ、それぐらいですか、それだけですか。はい、大村公務員部長。はい、今、あらかた申し上げたものでございますが、あとその公営企業の分ですね、公営企業に対する繰り出し金というものも入っております。斉君、それでですね、1738億円なんですけれども、私がこの間、少しこういろいろ情報調査すると、4月までにどういう処遇をするかということなんですが、期末手当を支給するように改善をします、当然、これ、できるようになるんで、ただ、その分を、月例給から引き下げて、期末手当相当分をこう捻出をして、そして年収ベースでは同じにするという自治体がそれなりに多くあるということを聞きました。これはどう考えられます？大村公務員部長。お答えいたします。その会計年度任用職員の給料報酬につきましては、類似する職務に従事をする常勤職員の給料の月額といったものを基礎として、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術および職務経験などの要素を考慮して定めるように基本的に上限をいたしております。こうした上限の趣旨や各地方公共団体の実情などを踏まえた形で、給料や報酬を決定した場合に、結果的にその水準が変動するということはあり得るものでございますけれども、単に財政上の制約のみを理由として、期末手当を支給しないですとか、または新たに期末手当を支給する一方で、給料や報酬を削減するといったことなどは、改正法の趣旨に沿わず、
これは適切ではないというふうに考えております。はい、江崎君。はい、今言った通りですね、この法改正、そして、地方交付税の算定の基本概念からすると、処遇改善、いわゆるその1738億円、交付税の中に入れ込むわけですから、当然、何らかの処遇改善があって、当然なわけであります、これは。そういうシステム、制度と私は理解、先ほど部長言われた給料、本法、社会保険料、そして期末手当、勤勉手当、退職手当、もっとあるかもしれません。正規職員と均等勤労を失しないように、各自治体で知恵を絞りながら考えていくわけでありますが、そう考えたときにですね、今のような処遇改善に踏み込まない自治体が結構多いということは、もともと総務省として、算定に会計年度任用職員の処遇改善分を交付税の算定に入れるかどうかっていうの決定が非常に遅かった、いや決定していたかもしれないですけれども、自治体に対する通知の面談も含めて、通知の面というか、自治体に対してやりますよというアナウンスも含めて遅かった、結果論として、まだまだ処遇改善に踏み込めない自治体があるやもしれないし、もっと言えば、先ほど言った期末手当の支給等の部分に対する、これ、自治体としては本当に総務省が、交付税措置をしてくれるのかという疑心暗鬼もあった中で、自治体の対応が、まあ、今、そういう状況で続々と決まってきているんですけれども、所要額の調査をされていると思いますが、今言われた、部長が言われたさまざまな給与も含めた処遇改善に当てはめるだけの金額として、1738億円で、これはそれに完全に充当できる額とお考えですか。大村、充当というか、それで、足りる金額だと思われますか。大村公務員部長。お答えします。この1738億円でございますが、先ほど少し申しましたが、その今年度といいますか、昨年ですね、全国の地方公共団体に対して、令和2年度に必要なその所要額というものを、今回の法改正の指示を生かす形で、適正なその任用見直しを行った上での所要額というものを、その調査をしたわけであります。その上で、その結果を踏まえて、地方財政計画全体で1738億円の増額を計上したということでありますので、そういう意味では、その実態に基づくものでございますので、私どもとしては、この額をもって、適切にその今回の法改正の趣旨を実現していただけるものと考えております。はい、江崎君。じゃあ、所要額調査で、所要額ゼロという回答した自治体はなかったんですね。大村公務員部長。今、ちょっと2派遣、個別のものを見ておりませんが、基本的にその見直しをしておりますので、すべて各団体において、必要な経費については出していただいているものと思っております。はい。